こんにちは。今回は、数三、定積分の応用で、まあ、体積のところに入っていきたいと思います。まず今回覚えたい公式はですね、まあ、これなんですけども、読みます。区間 A から B において X 軸に垂直な平面で切った時の断面積が、まあ、S で表されるような立体の体積 V は、まあ、S を、まあ、定積分 A から B まで行うと得られると。まあ読むだけだとちょっとピンとこないと思うんですけども、まあ、この一つの例を使って、まあ、どんな感じでね、あの体積求めるかっていうのを説明します。まあ、そこから x センチの高さにある平面で切った時の断面が、一辺 x センチメートルの正方形となる容器がありますと。で、深さが6センチの時、この容器の容積 V を求めなさいと。まあ、どんな容器かっていうとですね、まあ、深さが6センチなんで、まあ、深さが6センチと、深さが6センチあるんですけども、まあ、深さがね、1センチの時は、深さが1センチの時ね、高さ、床からね、1センチメートルのところでは、1センチメートルの正方形、2のところでは2センチの正方形、3の時は3の正方形ということで、だんだんね、正方形がこう大きくなっていくね、だんだん正方形がこう大きくなっていくと。だから床からそこから6センチメートルのところでは1辺6の正方形がこうあるわけですよ。で、まあ3の時には3でっていう、まあこれ要するにまあ四角錐ですよね。こういう形になってるってことです。だから床からあの x センチの時、床から x センチメートルの時はもうそこでスパッと切ると、まあ正方形になるんだな。正方形になってて、その一辺の長さが x センチメートルですよってことです。うん、だから x センチがこう、まあ、x がこう1から6、0から6まで上がるときに、まあその正方形がだんだんこうね、大きくなっていくという図だから、まあ要するに、四角錐で、四角錐の体積を求める公式は我々は知っているので、まあ、この四角錐の体積をまず、まあ、中学の方法でちょっと解いてみましょう。まあ、ちょっと逆向きなんで分かりづらいから、まあ、こうやって書き直しますと、まあ、この四角錐の高さは6であると。で、底面積は 6×6 だからまあ36と。角錐ですね。角錐の体積の求め方は、3分の1かける、底面積かける高さであるから、まあ、3分の1かける、底面積っていうのはこの下のね、面積だから、まあ、6636でかける高さと、したがって72、まあ、72、立方センチメートルってことになります。まあ、ということでね、今回は非常にあの、まあ、中学数学でも、まあ、解ける問題なんですけども、まあ、それをじゃあ積分使ってね、解こうとするとどうなるか見ていきます。はい、まずこれね、あの区間 X が、まあ、0から6においてですね、 X がね、0から6の間の時に X 軸に対、これちょっと X 軸ですけど、これ X 軸に対して垂直な平面でこう切った時の断面積がこれであると。で、今回の断面積っていうのは、断面積っていうのはこう切った時の面積なんだけど、面積は切る場所によってもちろん変わりますが、 X を使って表すと、ね、SX は、これ一辺が X の正方形なので、ね、一辺 X の正方形ですから、まあ、X の2乗ってことになります、ね、で、X の区間は0から6だよね。で、 X の区間は0から6と。ということはですね、体積どうやって求めるのかっていうとね、体積はですね、こんな感覚で捉えます。何をやってるかっていうとですね、この、まあ、断面積かける、その断面積かける厚みなんですけどね、厚み、まあ、だからこれあのペラペラの紙なんですけども、まあ、紙にも一応この厚みがあって、このね、こう厚みがあってね、まあ、タイルにこの厚みがあって、この厚みを我々は、まあ、あのリミット取る前はデルタ X って呼んでるんだけども、まあ、リミット取った後これ DX、これ厚みなんですね。これ高さです。高さで、底面積かける高さ、底面積かける高さでこう体積を出してるんですね。この折り紙の体積を出していると。で、この折り紙を
こう0から6までこうババ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 バってね、こう積み重ねてったらっていうことで、まあ積み重ねる積み重ねる積分するわけですね。で積分の区間が0から6なんだよという感覚です。ね、まあ、だから面積求めるときと似たような感じだよね。面積求めるときも、まあ、実際にはこう長方形、長方形か、ね、こう高さが y のかける厚みみたいな感じで、まあ、y の dx 積分するみたいな風にやって面積求めたわけですよ。まあ、それと同じ感覚です。今回は高さかける幅じゃなくて面積かける幅を積み重ねようと。ね、でこれ2次元、これ1次元ね。あの面積かける高さ。今回は0から6の、まあ、正方形の面積なんで優しいね、 x の2乗の dx と、これを積分すると3分の 1x の3乗となります、ね、この 3分の1ってね、うん、これですよね、3分の1ね。で、まあ、6代入すると、まあ、6×6×6、まあ、6×6 だから、まあ、約分して72と、よって72立方センチメートルというふうになります。まあ、今のね一般化してですね、まあ深さが6とかじゃなくて、あの、まあ、ちょっとねここはちょっと6じゃなくて、まあ、高さ h っていうふうに考えて見たりすると、うん、まあ、もうちょっと一般化することはできるけども、まあ、とりあえずイメージとしてはこう薄っぺらいね、あの断面積をこう積み重ねるごとによって、まあ、体積を求められるというこの式をとりあえず覚えてください。